で、これ仮面ライダー。うんうんうん、うん、ね。なんか一応有名なところを混ぜちゃったんですけど、仮面ライダーに関してあんまり言うことないんですけどね。でも先輩大好きなんですよね。好きだ。一番。好きだった。当時ね。放送当時。一番に入ってましたね。放送当時好きだったですね。だから、これはね、ええ、改造人間ってところが良かったの。だから、ね、だから、あの、衣服問題はなかったの。改造人間なんだの。本当に良かったですよ。うんうん、これが宇宙から来たちっちゃい人だったら、ウルトラマンじゃないかって思っちゃいますけど、改造人間なら、ほぼ何でもありなんでね。でも改造人間なら殺されるかもしれないじゃないですか。ウルトラマンはきっと無敵なんだろうなと思いますけど、こっちは、頑張れよ、死ぬなよ、みたいなスリルがちょっとある。なるほど。で、このベルトって誰考えたんですかね。石森さんじゃないですか。ワクワクが止まりませんよ。あ、で実際売られましたし、あ、そう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 、なんでか知らないけど周りぐるぐる回る、あ、そうそうそう、ワクワクが止まらないんですけど、で仮面ライダー2号が変身するときに、あのシャツを脱ぐともうベルトしてる、まあ、それはあの見逃してあげるとして、変身っていうと、あの風車が閉まってんですね、最初。うん、ガチャンって開くんですよ。うん、意味わかんないんですけど、かっこいいんです。なんか工場みたいで。なんか、ワクワクっていう、うん、あの、かっこいいって。そうで、うん、最近気がついたんですけど、あの、仮面ライダーのマークって、高橋レーシングチームなんですよね。あ、そうなの？ TR。高橋レーシングですね。TR なんですよ。高橋誰だっけ？あの、おやすさんです。え？おやすさん。おやすさんの名字高橋って言うんだっけ？はい。立花と。あ、ごめんなさい。立花レーシング。あ、立花レーシング。ごめんなさい。ありがとうございます。ですから、あの、サイクロン号のところにマークがあるじゃないですか。はい。あれ TR なんですよ。ああ、はいはいはい。僕は最初あれショッカーのマークだと思ってたんですよ。だってショッカーから裏切り者ですよね。そうそうそう。だから、ショッカーのマークかと思ってたんですけど、やっぱりこれも30歳くらいの時に、あの立花レーシングチーム、だからおやすさんが作ったってことになりますね、サイクロン号。ショッカーじゃなくて。どうだっけな、あの TR なんで、あのこの後から入れたことになってるんじゃないですか。あ、そう、まあそうかもしれません。うん、とにかく TR は高橋レーシングで、うん、で、仮面ライダー2号が変身って言って、ベルトがガチャンって開くんですけど、うん、その開く前にも TR って書いてあるんですよ。うん、だから、よくわからない。ベルトに高橋レーシングっていうのはちょっと、立花レーシングっていうのはどういうことだっていう。うんうん、で、これ、最初のライダーだと思うんですけど、ええ、めちゃくちゃ渋くてかっこいいんですけど、うん、この後ヘルメットとかのが明るくなってってですね、色が。あ、どんどんダサくなっていくんですけど、その辺はどう思ってたのかなと。私なんかどんどんデザインが垢抜けていってる感じで見てましたよ。ああ、そうかもしれません、うん、じゃあ僕が大人になったからこっちの方がいいってひねぐれてるのかもしれません。いや、こっちの方が結局全体的に暗かったんですよ、最初。暗かったです、うん、雲男とか、うん、あのそのトーンも暗かったし、でライダーもそれで暗い色なんですよね。だけどそれがだんだん明るくなってきて、なるほど、うん、じゃあよくしていったってことなんですかね。当時の私はそう思ってた。あ、じゃあ僕が大人になっちゃったからですね、うん、こっちの方がいいと思うんですよ。 あと最初の暗い方がいいと思ってるんです。あ、だからそれはきっと今の目線かもしれません。あの、なんか変人みたいでかっこいいんですよ。はいはいはい。なんか頭いかれてるやつが、なるほどね、あの、なんか活動してるみたいな感じで、うん、だけど、どんどんこれ、スーツが綺麗になっていっちゃって、あ、そうそう、だからそれが、あの、子供、は良かったんですね。子供当時の私には、なんかかっこよくなっていってるやつ。そうなんですね。うん、あ、じゃあ、きっと僕の今の、大人目線で。ライダーカードを集めてました？はい。あれでさ、新カードってあったじゃないですか。いや、わかんないですよ。わかんない。お金も持ってなかったですし。新カードってなったんですよ。で、途中でね。で、その新カードの時に出てきた新しい怪人たち、新しいっていうか、新カードになって増えた怪人たちが、やっぱりね、デザインがね、どんどん明るくなって、
かっこよくなったなって私思ってたの。例えば塩マネキングとか、塩マネキングとかね、見た時に明るくなったなと思って、さらにまたそれがねゲルショッカーになってまた明るくなったなと思ってて、ゲルショッカーって戦闘員からして明るいじゃないですか。そうですね、あんな派手なさ戦闘員さで、かっこいいなって思ってたんですよ、デザインが。で、あのゲルショッカーの怪人たちもなんかかっこいいなって、で何よりもあのドクトルゲーでしたっけ、あドクトルゲーもかっこいいなって、ゾロ大佐以来のかっこいい大幹部だなと思ってね。こんな感じでしたね当時はね、あの子供として見てて。じゃあやっぱり僕は今の目線で言っちゃってて、当時は楽しんでたのかもしれません。忘れましたね当時のこと。でも仮面ライダーのオートバイは最初はレーシングタイプから、オフロードタイプに買った時はがっかりしましたよ。あ、そんなの分かんなかったな全然。最初こういうのだったらセパレートハンドルで、でもあれってオートバイでは暴れられないんですよ。だから後半オフロードにこういう頭を、魚の頭みたいなのくっつけたのに変わったんですけど、全然ドライバイクのことわかんないんだけど、そうすると飛んだり跳ねたりできるんですよ、オフロードなんで。そっちの方がいいんじゃないですか。僕としてはかっこ悪い。あ、そうなんですよ。デザインが単純にね、単純にかっこ悪いですよ、なんか音普通のバイクになんか頭くっつけただけだなって、いや最初の全然気づかなかった。あ、そうですか、うん、でまあ子供の時にうち近く の, スーパーにですね、自転車が来ることがあったんですよ。そういうのありませんでした。自転車、あのスーパーのところに自転車屋さんが来るんですよ、ああ出張で、出張でですよ、はい、あ今日自転車屋さんが来てるって、いつもは別にそんななんとも思わなかったんですけど、その日に仮面ライダーのオートバイの自転車が売っててですね、はい、で白いんですよ、本当に白いんです、あのブリヂストンのドレスね、でお面みたいな顔色もついてるんですね、ですごく一番小さいサイズだったんです、はいはい、そのお面と自転車のバランスがまさにサイクロン号だったんですよで欲しい欲しいと思って、お母さん欲しいよって言ったらいいよって、でまたがったらちょっとちっちゃいんですね、膝が曲がるぐらいちょっと自分の体にはちょっとちっちゃかったんです。その時にお兄さんが、自転車さんのお兄さんが、僕もう一つ大きいのもあるよ、今はないけどねって言ったんですよ、カタログをこうやって見せて、僕とお母さんにもう一つ上のサイズがこれになりますけど取り寄せられますよって言ったんですよ、そこがその自転車が青いんです、ダメだと思ったんですよ、お母さんがもう一つ大きい方がいいよって、大きくなるんだから、でお兄さんもそうだよって言った時に、あ青いんです自転車が、絶対ダメだと思って、嫌ですって言ったんですよ、もうゴロスクサイでしたけど、あの判断つきましたよ、青いサイクロンコなんか買うもんかってそれ作った方もおかしいね、青いおかしいですよ、おかしいね、サイクロンコ青じゃないですもん、よくこの後あのウルトラマンがオートバイに乗ってたりするプラモデルとかありましたけどね、ウルトラマンがあのオートバイに乗ってたり、なんだそれ、乗らない乗らないってそれであの僕こっちの方が足がぴったりだし大きくなるからこっちの方がいいよって言ったその青いサイクロンコ、カオルだけは白いんですよ、無責任に。で、嫌ですって言えたんです、5、6歳の僕が。いかんいかんって、それくださいって、足べたつきでちっちゃいんですけど、それくださいって。で、青いサイクロン号はでかいんですよ、青い自転車にそのカオルつけて、全然サイクロン号じゃないんですよ、バランス的に。今目の前にあるのは、ちっちゃいから、カオルがでかいんです、でバランスがぴったりで、白のクリームランでこれですこれですって言って買ってもらって、こうやって乗ってました結構足が余るんです、で止める時はあのペダルを下にすると斜めになるんです、バイクみたいじゃないですか、俺は分かってるなと思って乗ってたんですけどねあのスタンドもついてたんですけど、スタンドだとこうなんですか、これをスタンドは使わずにペダルで倒れないようにするんです。オートバイみたいになるんです。止めるときに。これが5、6歳の時の話で、あ、頑張ってたな、自分と。いうことだったんですけど。さ、次がハリスの風でございますね。ハリスの旋風と書いて風と読むっていうね。ハリスの風。これもソノラマさんの独占ですよね。